当選キャプテンは、日本で生産並びに調教された、競争場。主な勝蔵は、アーリントンカップ、函館記念。2004年4月5日、八シ大ファームにて誕生。2004年のセレクトセール搭載市場に上場され、島川高谷により6900万円で落札される。立東トレーニングセンター所属の角井勝彦厩社に入、入級。 2007年1月13日、第1回京都競馬4日目第5競争の、新馬戦にて、4位広文が起乗し、1着に入戦し、デビュー戦を白星で飾る。2007年1月27日、第2回京都競馬初日第9競争の500万、下条件特別戦の拳賞も連勝した。2007年2月24日、 デビュー2連勝の勢いを買って臨んだ G30 賞の第16回アーリントンカップに出走ローレルゲレーロを首差に抑えてデビュー3連勝及び重賞初勝利を飾った同級者のウォッカと共にクラシック戦線に名乗りを上げたがサツキ賞への調整途上で右足第3足根骨盤上骨折を 発症してしまい、クラシック戦線から離脱を余儀なくされるとともに、その後1年間休養を強いられることとなった。故障がいえ、ターフに戻ってきたのは2008年4月13日の第1回福島競馬2日目のオープン特別、福島民放杯であった。過去の実績から一番人気に支持されたが、長期休養によるブランクの影響は否めず、4着と、敗れた。 その後は5月11日の東王寺ステークスで5着、さらには6月1日の第122回目黒記念で7着、7月13日の友江賞では4着と、デビュー時のキレの良いレースが見られずじまいであった。しかし、7月27日の第44回函館記念では、若手の藤岡祐介を安城に、最後の直線走路で、 インコースから楽に抜け出し、追走する、フィールドベアを、花差で振り切り、1年5ヶ月ぶりの勝利を、重勝2勝目で飾り、復活へののろしを上げた。しかし続く毎日王冠では8着に敗れた。天皇賞では、ブービーの16着に敗れた。続く、ジャパンカップでは15着と大敗した。休養を終えて、2009年5月9日の、 第31回新潟対商店から始動。道中は先行集団でレースを進めたが、直線で失速して14着と大敗した。その後、8月23日の第45回札幌記念では、最後方から追い込んでくるものの5着に敗れた。続く9月27日の第55回オールカマーでは3番手追走も、直線で失速し7着に敗れた。 その後、10月11日の第44回京都大賞展では3着と、構想した。しかし11月8日の第47回アルゼンチン共和国売では終始、後方のまま、ブービーの17着と大敗した。中一週で挑んだ11月21日の第45回福島記念では、後方から追い上げるも6着に終わった。 休養を終えて、2010年4月10日の大阪、ハンブルクカップで復帰し、日本ピロレガーロの3着と、構想した。その後再び休養に入り、その間にミホトレーニングセンター所属の中島とシフミ、旧社に、天馬やした。休養後、12月18日のディセンバーステークスでは、終始後方のまま11着と大敗した。 2011年1月15日のニューイヤーステークスから始動したが16着、1月29日の白富士ステークスでは10着、2月27日の中山記念では12着と参戦続いてのとの負けとなった。初ダートとなった6月11日のオアシスステークスに出走するも14着。6月16日付で競争馬登録を抹消し、 浦和競馬へ移籍。移籍初戦のサンターニタトロフィーでは交渉面で故障発生し競争中止する。2012年1月6日で地方競馬の登録を抹消した。その後の消息は伝わっていない。ありがとうございます。